アジナーラ島周辺。アジナーラ湾は、島の東側に広がっている。アジナーラ湾は、サルデーニャ島北西に位置する海域で、北は、アジナーラ島、西は、ファルコーネ岬を境とし、北東のカステルサルド方向に、テスタ岬まで広がっている。アジナーラ湾に面するコムーネは、ステンティのポルトトレス、サッサリ、ソルソ、カステルサルド、バルレドーリア、バデージ、 トリニタ・ダグルトゥエビニオーラ、アリエントとなる。アジナーラ湾沿いには、海水浴場が各地にあり、数キロメートルの長さに及ぶものもある。スティンティーノからバデージまでの間には、ラペローザ、レサリーネ・チマルフィウメさんと、ポルトとデスの構内にあるバライ、プラタモーナの長い砂浜の各所、これに続く、ルバング、カステル・サルド、さらにバルレドーリア、バデージ、 トリニタ・ダグルトゥエビニョーラとロッサ島にも海水浴場がある。カステルサルド沖には海底国があり、アジナーラ湾の中央では北西方向に大陸斜面が伸びている。キャステルサールド・キャニオン、ありがとうございます。